今日は一日楽しませていただけるってこと。お前が喜びそうなのちゃんと選んでるよ。お前あの人何なんですか。ゲッ手振ってるね。浅草といえば何ですか。人力車だよ。あの1位が変わりました。そうちゃんです。1位はすっごく雰囲気ある。めちゃくちゃいいです除霊できた強者たち。すごい。本当だ。やった天国の階段みたいでしょ。ちょっと何か足りてないだろ。やっぱりな。何ですか。ありきじゃない。え、だってありきだよ。苦しみを受け。おい。さすが。俺レイコちゃんが当たってるの初めて見た。そばにいたいと心から思っています。もう一回行きます。そう、もう一回行けば最高のところ。おあブルータイム。うわいいじゃない、いいじゃない。当たってる当たってる当たってる。しかも2回。いや気持ちいい。すごいね。いいですね。いいな。いいライダー。いやさすが、ヤジラの時に決めてくれる。さすが2回行けましたね。これでありがとうございます。伊達にメガネかけてないわよね。素晴らしい。え、伊達にメガネかけてない。なるほど。伊達にエロいパンティー履いてないわ。なるほどなるほど。え、神谷さんもさ、この顔に及んでさ、もう最後から行っちゃいなさい。今日どんなパンティー履いてんの。黒。さすがですよね。あの叶いませんし、あの叶うよしもない、素晴らしいです。いや全然、うん、全然、うん、あのいいんだよレコちゃん、はいはい、いいと思うけど言う必要はないかな。え、だから、ね、そだからほんみたいな。すっごいすっごい激しかったです。であなたさすごいさ、あのプロね、なんか見てくださいってさ、今あなたたち一瞬振り向いてパンツのことだと思ったもんね。見ますって言われたって言われてると思ったもん。すごいよね。すごいですよ。プルンみたいですか。そうそうそう、それがどうなんのか見てみたい。じゃあプルンで、うん、プルン告知。それ検討中だと変えられないんで、はい、今、貯留してる弾が全部なくなった段階でレバーを引っ張ってるとキャラクター選べます。あだって、はい、どうしても例えばこれとかさ全部消化した後にプルーズしないじゃん。すごい、こっちがもうメインなんですね。そうそうそう、こっちがサブ画面なんですね。そこまでかい。あ、本当だ、待機中に。なるほどね。そうなんです。あ、キャラ選べるんだ。レイコちゃんのに一番近い人を選んでください。でも一個いいですか。あなたさ、そっち向きすぎじゃない。何だって、お前だってちょっと見たいのもそれ、当たるとこ。あなた身の丈に合った人にしなさいよ。この子が好きなんで、この子にしたい。なんて子。この子かわいい。なんて子。ね、馬に超えるっていう字か。見えない。馬長。その人はモルズミさんと一緒だ。あ、もうロズミさんこれ好きなんですか。あー、この子が、そういうタイプか。さあ、じゃあ私は馬長さんでいきます。なんかおっぱいが先読むんで。これはカスタマー関係ないんですか。おっぱいが先読むとは。え、バイブでいい。はい、バイブしてたらあのそのうちバイブします。なるほどね。そう、先読む段階でバイブしてるとか。すごで、当たるときありえないぐらい揺れる。今ポヨンって足りないぐらい揺れるんですよ。これこれこれ足りない。あなたもしかしたら自分でも揺れちゃうかもしれない。あなたも揺れちゃうかもわからない。やばい、一瞬それやばいじゃん。え、待ってて、その一瞬ポヨンっていうのが先バレなの。あ、先読みなの。違います、違います。それはこれ予兆、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 前期。待って、何も来ない。あなた何も来ないから自分から揺らしてみたら。一回やってみれば。ストップストップ、もうやめて、もうやめてください。最後の作品でわけわかんないと臭くない。ぶち込む、健全、健全、安全で。そう、健全、献身的な安全な。ちょっとクリーン、クリーン。ちょっとだいぶやめようかな。はい、警告地とかにしてみたら。あ、そこでも変えられるのか。上ボタンで警告地に。
吸引告知だと結構ケン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 じゃなくて結構控えめに吸引ってなるんです。あ、そうなんですね。吸引ってなってブルブルってなるの。え、吸引ってなってブルブルってなるの。違うわよ、クイーンブル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 嬉しいわね、さっきね、さっき撮ったんだもん。花屋敷で撮った。すげえ握手みたいな、それな。やばいです、50切りか。やばい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 。大事なところ 81% です、継続率。え、楽しめないまま終わるのやだな。せっかく上位行ったのに。せっかくですよね。あなたもそれそれからもう決まりですね。カメラに向かって、キャメラに向かってボイン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 やらないとね。そうだから中の人が揺れないから、英子ちゃんちょっと。それはさ、今ね、潮さん守ってくれたのに急に怖いでしょ。怖いですよ。怖いわよ。急に裏切っちゃうもん。そこはやっぱりそのパチンコ番組で、はい、そうするべきです、ね、顔がやばいからガチガチにやれよとやれよお前みたいな顔してますわ。そうよ。それを見ないことにはな、多分このラインを打ってるし進化が発揮されないってことだろうからな。え、もったいない。おい、馬長さん。ごめんなさい、私が悪いございました。申し訳ありません本当に申し訳ありません。あの本当に あなたにスタンディングオベーション、うん、そしてあなたにこの30万円 の、うん、あの1割を差し上げます。なんか決めてきてる今日。そんなだったっけあなた。待って、あなたさ、うん、鼻占いで幻覚の人でしたよね。そうだったね、幻覚出たら幻覚の人です、はい、幻覚が見えてんのよ。幻覚って言われたからちょっと弾けると思って。お前神谷玲子にとんでもないことさせんだな。そうよ。でも私一個いいですか、うん、この番組を通じて私ね、神谷さんがもっと好きになったの。そしてそういうファンの方きっと、ね、もっといらっしゃると思う。神谷玲子さんって私はクールでっていう、うん、まさに幻覚な、そうちょっと冷たいような印象を私は持っていたんですけど、俺は逆に老婆心だから一部離れていったんじゃないかなと思うけど。そんなことないわよ。私も厚バレにしようかな、何も起きない。これなんかでも玲子ちゃんとその厚バレを全く気づかなかったんだよね、うん、気づかなかったですよね、私。あ、それか。あ、それだったら気づきそうだな。ナイスタイミング。フラッシュ入ってますね、ここに。玲子いいよ、玲子ナイスタイミング。白フラッシュ入ってます。ありがとう、頑張るね。玲子いけるよ、先生まだ来てないよ。なんだ先生来てないから何なの。自習中のあれか。なんか芝のこの子誰、あ、この子の保留です。抱き枕の。抱き枕、はい、裏だから表と裏があるの。表ですね。あ、表か。抱き枕保留かワンチャンある。どうなの。だからまあちょっと横から見てたらそうでもねえような感じするけど、そう注目演出が私が先ほどちょっと申し上げた暴走っていう予告と、今回桃園の誓いっていうサブタイトルがあるんですけど、桃園、はいはい、の誓いリーチ、あとさっき神谷さんが出したリーチ中のチャンスアップの試練一戦って画面切り裂くやつと、ああ、はいはい、一番最終カットイン、この4つが注目予告なんですけど、一番最終カットインはの解放ってやつですか。はい、腹痛解放っていう、はいはい、チャンスアップ、それが 90% ぐらいあってどれもすごい強いんですよ。そうなんですね。今3の3のやつが行って、あのシャッター閉まって一気当選で激突です。激突、さっきも激突だったもんね。ここからだとやっぱり欲しいのが、あ、テロップ変わってないですね今回。チャンスアップ、そのさっき神谷さんが出た2つ、うん、でも一応タイトル赤なのかな。そうそう、それね、毎回赤なんですよ。あ、そうなんですね。多分デフォが赤、いやワンチャンいけないかな、赤ボタンもしくはレバー、あと赤レバーレバーレバーボタンで普通だ。おお、マジ、はい、これでいけんの。うわ、めっちゃ面白いじゃん。え、待って、めっちゃ面白くないですか。すごいですね。私絶対無理だと思った。あ、そうなんですか、この流れは。そうです、そうです。でも確かにチャンスアップにかそれが何も出てないですもんね。それなんで当たったか分かります。なんですか。レイコさんだからですよ。インチキ、イン
地形営業マンみたいな。さすがですよ。すごいね。普通当たんないです。普通当たんないです。20回転ぐらいじゃん。ちなみに位置図からですけど、これ奇数偶数関係なし。わからない。変わってくれ。ST っぽいけど。1です。1。こっからまだある。あー、ないか。ここで上がることが多いんですけど、はい、ラウンド中に左右からシルエットが出てきて、はい、シルエットが重なり合ってボタン演出が起こるときがあるんですよ、はい、確かボタンが出てくると思うんですけど、まあ、そのラウンド中の演出に成功したらラッシュ了解しました。でその演出が出た時点で 50% あります。あ、了解しました。出ないこともあるの？あります。お、打ち込んでいけば多分どのラウンドで出たらとかあると思うんだよな。これ最後にとかはもうないんです。この途中のどうなんだろう。私まだ最後を経験してないですね。あ、そうなんですね。でもおそらく時短と見せかけてはあると思うんですけど。あ、そこのタイミングで、うん、でも薄いかなと思います。あ、9ラウンド。あ、10ラウンド目入ったんで、もう最後にあるかどうか。これでじゃあ行かなかったら時短。そうです。時短何回ですか？100です。すごいね、1500個もらえてる。そうですね。いや、そうなんです。いいじゃない。あー、時短です。チャンスタイム。時短が319じゃなくて460分の1ぐらいになってるので。なるほどです。重いんですけど、そこで射止めることができれば、はい、いきなり163回の SE 飛びます。あ、なるほど。なんで十分恩恵を得られるというところがとてもいいところ。はあはあはあ、重い分、うん、時短中はやっぱりその時短という感じのごとく、うん、まあ、演出結構カットされてるんですよね、はい、うん、だその分、うん、遊ばできたらなんか結構期待できる。じゃあ遊ばれそのまま変わらず。でも結構早いんで、ドキドキしたかったら先の呼吸するとか、まあ、いろいろ楽しみ方ありますけど。確かにね。要はバレだけは当たらないってことでしょ、ほぼ。うん、基本的に。おっと、ね、初いい音しますよね。いい音する。やっぱいいです。気持ちいいですね。白から青。行くぞ。私は残念ながら終了ということで1560玉。はい、うん、はい、いや厳しいな。ちょっと足りなかったです、ね、どうよ。どうですか。どうよ。楽しんでますか。楽しんでます。最近どうよ。最近どうなんですか。もう2ヶ月ぐらい空きましたもんね。私たち会うのも。私神谷さんの近況が気になりすぎて夜も眠れなかったんですよ。そうって。夜も眠れなくて、はい、不眠症なんでお金払ってほしいですよ。怖い。私今日でさ、うん、全てが終わるんでしょう。ちょっと、え、いい意味で、いい意味で、いい意味で。当たり前だ。いや、重いからちょっと今日で終わるの。なんでよ。あ、そっか、今日ついに夜に終焉の時って感じです。リングで言う、なんだろう、なんか私は全然良かったって思えるんだけど。わかる。私が遠くの存在になっちゃいそうで、もう離れちゃうの寂しいかも。もう誰かのものになってしまうのかっていう。やだ、どうしよう。どうしよう。私、牛尾さんと田中さんのキスとか見れないです。てか見るって言ってないし。見せ物じゃねえし別に。どうしよう、なんか二人の本気の顔を見る瞬間がちょっとこの後あるのかなって思う。だから見るなっつってんの。ちょっとドキドキ。見なくていいっつってんの。見せるつもりねえし。でもみんなは見たいから。多分見たくないですよね。見たいですか。神谷さん以上にどうでもいいと思っている方もいるんじゃないか。もしいてくださったら嬉しいですよ。確かに。すごく嬉しいこと。おっさん同士の本気の顔って。でもまおっさん同士のさ本気な顔を映すまさかのパチンコ番組って私も一生出てこないと思う。あの多分そう思います。確かにね。逆に言えば残したいです。そう、逆に言ったらすごいレアな映像が今日残るかもしれないんで。ですし、そのあなたは歴史的瞬間の見届けになってほしい。おかめの歴史にまた1ページパカ
じゃないの。でもね、ここで私改めて言いたいのが、うん、私、はい、MVP がいるんです。ほう、 MVP 俺、まあ、当ててやろうか。何を思って、まあ、じゃあ理由だけ言わせてください、はい、一番記憶に残った人が MVP です。誰だろうな。もう私は分かってます。まず1個言えるのは、はい、嵐は入ってないであるなら、嵐ではないな。で消去法でね、はい、はい、違いますね。違うな。いじりそうなのはタナチューをリノだな。あー、リノだね。いじりそうなのはリノ。私の心を震わせてくれた人、新しい感覚をくれた人っていうのかな。新しい感覚だと逆に一番遠いところにいるのはやっぱシーサー君だと思うのよ、キャラクター的なところで言ったらね。じゃあファイナルアンサーはシーサーさんといいですか。対局っていう意味で言うとシーサー君。ファイナルアンサーテレフォン使いますか。いや、シーサー君で。わかりました、はい、おそらく神谷さん正解してると思います。正解の発表をお願いいたします。はい、正解です。おい、やっぱりやっぱりな。あ、だよな。いやね、シーサーさんは予想だにしなかったことがたくさん起きた。本当にシーサさんの独特のペースとか、シーサさんの発言とか、シーサさんならではの笑いのセンスとか、はい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 、それもあったし、はい、私シーサさんってこんなに喋る方なんだってすごい驚いたんですよ。喋るよ私。見てりゃ分かるじゃん。ずっと同じペースで長距離マラソン走ってるみたいな感じなんですよ。もっと深いシーサさんも知りたいと思って、私なりに本当に生意気だと分かっていながら切り込んでいったんですけど、うん、私という100人の足軽兵がバッタバッタと投げ倒されていって、シーサという牙城を全く崩せなかったんですよ。あのね、それがうまくいかなかった、やっぱりすごいマイペースなのよ。で、なんだろう、白か黒か割とはっきりしてるタイプだから、その真ん中のやり取りっていうのかな、ここがないんだな。私もどうにかシーサさんのなんか違う目見たい見たいと思って切り込んでったんですけど、あのね、もう全部ダメだった。あのね、シーサ君はね、出しません。でも2回収録した中で2回目ちょっとだけ出たんですよ。いきなり何にもないところでいきなり北斗の雑魚のモノマネをし始めたの。なんか今変な人いました、うん、なんか聞こえました。雑魚が出たんで、雑魚が出たんで、雑魚じゃないかな。え、その耳みたいな。私その時にものすごく嬉しかったの。シーサさんって本当に私ね、もっともっと知りたい人。集まり入れてんだっけ。入れてないです。入れようかな最後に。シンプルモードって当該で掘り返してもめっちゃ熱いんですよ。そこが良くて、この台確かにそうですね。私逆にシンプルモードやってみていいですか。なんか当てられそうあなたに。一緒でいいわよ。じゃあみんな集まれにする。みんな集まれにする。いいわよ、みんな集まれにしようよ。みんな一緒。話聞いてよ。これラッシュが本当に面白いですよ。スパイがさ揺れたらってやつは見てみたかったもんだけどな。本当だよ、現物で見るしかないんだから。ねえ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 、はい、デルンデルンデルン。申し訳ありません、なんか寂しいですよ、私もこういうのがなんかできなくなっちゃうの。そうか、確かにやればいいじゃないの。うん、やればいい。いや、やっぱそれはうわーやればいいじゃないの。来た来た、どうだ、来たね、感触はどう。八分立ちって感じ。八分立ち頼む。終わった、激アツ当たった。今の顔、すっごいドリアン顔。すごいすごいね。お前もロイズで 75% です。本当に超運ゾーンに入っている。待って待って待って、すっごいギリギリよ、間に合わないわよ。激アツ、超運ゾーンも激アツだし、キンキアカウントの激アツだし、何よりバイブが激アツです。ちなみに時間までにこれ学園入って、時間までに終わんなかったら置いて帰るからな。あ、私じゃあ人力車で行きます。よしよし、おー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 、いや、いいとこ持ってきたな。いいですね。これ当たんなかったら本当にこの番組卒業します、うん、初めて見たい激アツ、今日嬉しいことだよね。よかった。でも暴走が来てないんだ、うん、あ、赤堀じゃない。あ、すごい。
まあこうなれば当たるっつうのはさすがにわかるわ。おー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 、ノリノリ。おお、このね、マスターアケビ、マスターアケビではない、マスターアケビマラソンですか。やれやれば、知らればな、大丈夫ならない。そう、マスターアケビじゃなくて、マスターユカちゃん、AKB、元 AKB のが歌ったのスターゲイザーという。あ、歌ってんだ。スターゲイザーってこの一騎当選といえば、あの月の裏側の、それ歌ってんですか。歌ってる、マスターユカちゃんが歌ってる曲なの、歌ってたもんね、確か、うんうん、これはぶちかましいですよ、ついにパタラちゃんのパチンコドキュメンタリー言えない。パチンコパチンコパチンコドキュメンタリーまでパチンコパチンコ、よかった、ありがとう、ののものまこと、ありがとう。問題ここからだろう。はい、お前いくら使ったんだ。問題まさこない、え、問題まさこ、五代まさこちゃん、問題はここからだろ。問題はここからだろ。五代まさこを間違えました。問題はここからです。あー嬉しい、 63% 頑張れ、頑張ります。もう絶対だぞ、絶対だぞ、当たり前だよ、誰だと思ってんのよ、誰だと思ってんの、誰だと思ってんのよ、おっと、田中、田中、田中だと、田中だと思ってます。おーおーおー、田中、田中さんだぞ、田中さんだと、田中がやりました、田中が揃ってます。田中村、田中村、田中村、意味がわかんない、田中村ってナチグロみたいな感じじゃん。誰が色黒なのよ。いや、色黒だろ、よかった、ネグリボーナス623回転目、投資がいくらかわからない、投資が、4万2、3千円です。これで、SD 入ったのでやれる。あー嬉しい、よかったね、ちょうどハードル舞台のようであと2回よしよし。え、結局ボヨヨン選べたんですか。あーっと、ごめんなさい、ボヨヨン選べるの、やっぱ選べないのかな、2回までは。よく打ってるとか言いながら無知すぎます、ごめんなさい。あー、ダメダメ、へそで当たっちゃうの無理よ、やめてよ、本当にやめてよ。あー、よかったよかった、危ない、危ない、落ち着こう落ち着こう、ストップストップストップ、あ、誰がやってんだ、誰が打ってんだ、俺だ俺だってなって、ストップストップ、落ち着いてみます。あ、私はとりあえず先読み国旗じゃない、あの、先読み吸引国旗にします。ごめんなさいごめんなさい、失礼しました。はいはいはい、よしよし、ちょっとなんかいい感じのスタートのコールをお願いします。え、あ、いいですね、吉田さんからなんか一言を、タラチュー、ここで連チャンを伸ばすことができたら、ちょっと待って、会話形式、連チャンを伸ばすことができたら、お前の願いを一つ叶えてやる、キース、頑張れ、それ気合い入るね、うわぁ、来たのか、まず一発目キュイン入りました、よしよしよし、私この台大好き、このキュインの音がなんか知んないけど控えめなわけ、確かにあんま音くないですね、すごい。あと1回当てたらボヨヨンが見れる可能性が出てくるのかボヨヨンチャンス、そうです、レイコチャンスです、レイコチャンス、いや嬉しい、よかった、最後の最後ね、本当に。あ、やっぱり選べない、ここをクリアしないと、吸引告知します、この吸引が鳴ってないんだよな、怖い、大丈夫か、変えよう、おバイブアップにします、残り77回、99分の1ってやっぱ手強いな、田中、1回止めた方がいいんじゃないのか、大丈夫か、行くのか、押し切るのか、何回ですか、50回、頑張れ、あと50回、取れるよ、残り30ぐらいでいい、頼むよ、これ絶対来なきゃダメなのに、お願い、神谷さん、なんか最後に一言ください。最後は神谷さんの一言で頑張りたい、タナチュー愛してる、あんまり気が入らなかった。一発ギャグで、一発ギャグ、違う違う違う、一発ギャグ、違う違う違う、あ、いいよ、じゃあ一発ギャグ、一発ギャグ、はい、やるんだな、お願いします、田中、逃げ子のバカ野郎、意味が分かんなくてもいきます。あえてそこはボインボインじゃなくて、ビートだけしビートだけのモノマネしてきたところがすごく、おバイブおバイブ、最後まで泣かれたから、お願いします、あんなの持ってたんだな、まだ、そうよ、意味が分かんない、頼む頼む、開け、あーダメダメ、行け行け、ゴーゴー、やばいやばいやばい、あ、今のどうなの、今のダメ、まだ、まだ、手止めたい、手止めていい、最後
まであれがあっていい、褒めていいよ、うんうん、先読みあつにします、まあ、あと10回って言ったって遅くないですか、いい、何か起こればいいのよ、最後の10回はちょっとだけ遅くなります、当たったかも、当たったかもしれない、待て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 、ダメだダメだダメだ、待って本当にごめんなさいごめんなさい、あ、終わった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 、本当に大したことないそこはそこどうやるとこじゃないんだけどな終わりです、ああ実践終了、お疲れ様でした。すごいスマートな実践終了、はい、大人な実践終了、じゃあ先に結果から言いましょうか、はい、じゃあレゴちゃん、はい、私はですね投資の方が8000円で出玉の方が0でございます、マイナスです、もうしょうがない、あなたの結果は、これマイナス37です結構です、ね、軽い気持ちで来たら割としっかりに、はい、そうよ、あんなに朝なんかもうクールダウンしに来るみたいな、だから中途半端な気持ちでパチンコ打ちに行くんじゃねえ、そうゆるゆるだとかなんとか言ってね、ちなみに私の結果は、投資が 43,500円で、回収が 2,833 玉なので、あの十分マイナスです、ね、なるほど、なんでまあ本来だったらここでね、もろもろ終わって、そうですね、でお疲れ様でした、なんか最後縛りが悪いよってなっちゃうじゃない、そうですね、そうはさせませんから、そうだ、この後が待ってるんだよね、そうですよ、そう時間が、ね、時間厳守の何かがこれまあまあなんだ、だってもう5時じゃん、もう5時、はい、もう普通の収録方も得意終わってます、はい、なんですけど今日の収録、はい、ここからが本番です、早速行きましょうか、時間厳守ってことなので、はい、はい、じゃあ次に移動します、はい、こっちに近っ、屋形船に来たぜ、いやすごい、おい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 、あたしは言葉がないよ、素晴らしいよ、いやこの番組はさパチンカブだよはい、ということで、はい、あの今から伊賀ばかり何時間ぐらいですか、3時間ぐらいですか、2時間ぐらいですか、2時間ですね、屋形船ディナーになりますから、素晴らしいね、本日の締めといいますか、この企画のもうだから最後ですね、はい、最後の演目になります、はい、あの田中君どんどん炎上してください、炎上、炎上じゃないです、炎上位、あ、炎上位、炎上位です、当たり前よ、炎上位です、はい、じゃあでも待って一言、はい、カメラさんにもぜひ言ってください、何を、炎上しろ、猫、はい、炎上するだぞ呼び捨てだったこと忘れんなよレイコちゃん、乾杯のじゃあ温度をちょっとお願いしようかな、あ、私でいいんですか、レイコニャンに、え、それ調子乗ってないちょっとあの代表が、あ、じゃあ代表、代表、はい、いや、そこは社長が、社長さんが、わかりました、ぜひいただけると、乾杯しましょう、はいはい、ではでは、まあ、せっかくの機会を出すんでね、はい、酒は飲んでも飲まれてもということで、乾杯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 、すごい、おい、ケンピーって感じで、いただきます、バイ、待って、私ビールが飲める体になったかもしれない、よかった、だって環境は人を変えるからねでも飲みやすいですよ、めちゃくちゃ、うん、普通のビールだけどね猫ちゃんなんか特別美味しい、特別美味しい、だってビール普段あんま飲まないんで、ビール CM しません、はいはいはい、私やります、一言、一言ゲーム、はい、これだちょっと飲めない何それ、あなた、あなた、はい、日本の皆さん、お疲れ様です、いや、あかんお見せしましたお見せしました、もうあれ以上出てこない、あれ以上ない、ない、ない、お疲れ生ってね、うん、なもんだ、でも待って、お料理もお料理も、もうね、これから先付けから来ますか、から出てるんです、じゃん、私も失礼して、失礼して、はい、いいですか、はい、来ますよ、はい、花丸マーケットオープンちょっと正月の方がいっぺんに、いやいいですよ、素晴らしい、いいですね、あなた何か食べたの、確認、マグロ、え、本当に、うん、私でもマグロ一人じゃ食べれない、私マグロ一人じゃ食べれないです、手が痛い、すごい手が痛い、お箸使えないか手が痛い、すごい、どこまでやらせんの、確かに、わさびは、え、わさびは好きです、わさび好きな、はい、you
様です。おいしい。俺人に刺身っていうか物を食わせたの生まれて初めてかもしれない。嬉しい。待って、でも結構わさびが結構乗ってるのか。大人の味って感じです。で今日はでも本当にたくさん大人の味を、大人をたくさん堪能しています今日。そうだろ。今日良かった。本当に羽がかってるから、羽が、え、羽がかかってるから。でもなんか牛尾さんが言うとそれがなんかね、あ、なんかそうなんだなって思えるわけ。あなた、あなたなんで、あ、もうちょっと、みんな2人デートかなと思ったんで、じゃあ今寝てたんですよ。この人は今日はデートだと思って、うん、ちょっと一歩置くみたいな感じで一人でこのサラダ召し上がるみたいな。この大皿のサラダ、いややめなさい。あなたさ、デートをさ楽しんでほしいとか言いながらさ、あんた一人で一緒に行くこのサラダ捨てるする気でしょ。違います。すごいとんでもない人。違う、もうこっちです。こう向かい合ってたんで。じゃあエビルサラダいらないので。エビルサラダ食べますよ。今皿持ってきましたから。あと一人でディズニーランド行くのもやめた方がいい。待って、すごく綺麗じゃない。あれは待って、風車的にはレインボーブリッジじゃない。そうですね。嬉しい。来月ぐらい、レイゴちゃん一人で屋形船乗ってるからなるんだ。屋形船って私ほんと初めてかも。いや、なかなかないですよね。ないですよね、乗れる機会が。てかすごい美味しい。でもやっぱり私はこの素直にこうやって左を見た時に、今日一日を通じてやっぱり今日牛尾さんの本当に考えたというか、牛尾さんならではのプランというか感じがすごくある。そして牛尾さんがこうやって隣にビデンと構えて座って召し上がってるのもすごく絵になるというか、うん、感じありません？わかります。それは本当に牛尾さんでよかった。牛尾さんだからできるプランですね。わかる。他の方だったら他の方々で、まあ、良さがあると思うんですけど、うん、私こういうなんか大人なデート結構求めてたのね。この俺さ、酒の席だから言っちゃうけどさ、あんたは本当に選ばれるべくして選ばれてる。はい、本当に。シーサ君じゃやっぱ屋台船はいかに。シーサさんだったらどこなんだろう。最悪屋台船に乗るまではするけど、うんうん、やっぱ三河しくねえもん。シーサさんクリとかな。クリだったらお前バーガーキングだよ。シーサさんだったらどこに行くんですかね。シーサ君だったらそうだな、ルノアールぐらいじゃねえか。せめてルノアールの会議室。いや、打ち合わせ。ルノアールの会議室。ね、待って、待って、30万円のデートなんですけど、うん、ジローさん、ニンニク感たっぷりじゃない、うん、じゃあリノさん、あれはあの意外とその辺の感度高いから、でカッコつけると思うのよ。カッコつけて失敗するタイプ。一周半回ってサイゼリアに行って失敗するタイプ。でヤルオさん、ヤルオ君はね逆に一番いいですっていう意味では。あ、いつもだからヤルオ君仕事でやった時に、じゃあ僕探しときますねって初めて行くところ、待って待って、そういうのが好きなんだよあの子。だからなんか多分それっぽいところ一番やりそうなのはあんなかったやろうくん。アラシとかネタじゃないけど、アラシさんだったら、はい、ちょっと一癖ある赤ちょうちんとか引っ張ってきそう。お酒飲まない方も結構多くて、ジロも飲まないね、クリも飲まない、うん、でアラシさんでしょ。間違いが起こんないよそんなやつじゃ。え、間違いが起こらないって言ったよ。酒を飲まないと間違いが起こらない。起こらない。で逆に言うと酒があれば間違いが起こる。ゆうこちゃんってあるでしょ。今日この人ベロンベロンに酔っ払ってくれないかなって思ったことが一回二回あります、ね、あるよね。あるんだ。なんかその時に自分の優しさを全面に出してそうアピールするみたいな、ね、分かる分かる。女性はそういうとこあるのよ。結構やることやってんだ。顔を分かってほしいこの顔今の。私はね結構やることやってんだ。もっとハッピーな話しません？え？なんかハッピーな、そう、乳首当てゲームとか。じゃあ私あのスイカ割りみたいな感じで目つぶるから左左右右とか言ってくれない？そのクソ面白くない？大丈夫？でもやります。わかります。もっと右操作して。操作した。私の手操作して。ちょい右下。そこだ。ここ。あ、ちょっとずれた。ちょい待って待って。そこだ。え、待って、行きますよ。はい。せーの。あダメ。待って待って。バチコーン。これ。待って。これ。あなたどういうつもりなの？どういう気持ちか言って。え？十秒以内に。せーの。はい。これ見てる人何見せられてんだろうなって思ってるのが心配です。
メージで言うと、まあ、イメージ通りではありますよね。あの、まあ、いつもの棚中というか。はい、イメージ通りというか、さらに上を行った120点満点です。そのペアの要は意義ですよね。何をもってペア、いくつかペアとして成立するものがあるんじゃないかという。だからまあそのだからタナチューがどういうペアをまず僕に求めてるのか。牛尾さんって一緒にいてまず居心地がいいっていうことと、これから牛尾さんと一緒に暮らしていくような未来がすごく見えたんですね。なので私は今日行きます。私本当に泣きそう。大丈夫、もうずっと1年半見てきて牛尾さんだと思ったから。ちょっと待って、私本当に涙が出てきてしまったんですけどなんで。もう泣かないで、最後の別れじゃないんだから。え、最後の別れ。別れって何ですか。別れとは。大丈夫、先に独身卒業しちゃうけど。いいよ、タナチューが幸せになるなら。嬉しい。だからこれ。なんてチープなの。私ね、嬉しい。牛尾さんに渡して付き合ってくださいって。なんてベタなの。でも言います、うん、付き合ってくださいって。そう、私人生で一回も言ったことないかも。頑張れ。すっごいシンプル。頑張れって二人で言わない。一緒にせーので頑張れって言いたいの。そうじゃなきゃいけない、はい、本当にお互いの、はい、健康や未来や人生やハッピーを願って、せーの頑張れね、はい、せーの頑張れ。頑張れ。よし気合入った、行ってこい。うまく言えません、うまく言えませんが。すごい恥ずかしいんですけど、素直に。でも素直な気持ち、私番組とか関係なく牛尾さんとたくさん時間を共有することで、私は牛尾さんのそばにいたいと心から思っています。あなたと一生を添い遂げたいと心から思っています。私と付き合ってください。ごめんなさい。理由はいくつかあるんだけど、まず第一の理由、法的に無理です。宇野さん既婚です。私と付き合う。ごめんなさい。私と、うん、付き合う。ごめんなさい。バカー、おバカ野郎。でもごめんなさい、もうこんな付き合うということで、もう私も告白もした。でもそうだよ、大したもんだよお前。なかなか俺だって いつ以来にさ告白されたか分かんないもん。だ気持ちは受け取ったよ、気持ちはね。これはこれはさ、俺受け取ったね。受け取ったわね。受け取ったけど、受け取りますよ。じゃあ受け取りますよ、これは。はい、受け取りました。はい、これはだから気持ちを受け取りました。はい、諦めます。だから単純にじゃあ僕から最後に一言だけじゃあ送ります。来世で結ばれよう。嫌よ。お前せめり、もうこれ以上出てこないからな、お前。変に期待したんじゃないの、来世を。来世だったらいいよ。早く生まれ変わりたい。早く輪廻転生したい。どうやって終わったらいいのよ。今のけど、今のところ、今すげえ、すげえ、これ少しかも画像綺麗。
あ、もう映ってんだ、これ撮られてんだ。また来ます。お前下手したら休みの日乗りに来る車だろ。なこれフラット乗り打ってもいいですか。全然大丈夫です。え、乗ろう。なこれって指名とかできるんですか。できるんですか、はい、できるよ。あ、へぇ、よろしくお願いします。いいな、この自撮り棒のこの携帯2人で入れて、たくさんに来てね、入れてよ。え、なんかえ、なんて言ったの。入れてよ。え、なんか今日レゴジ忙しいんだよね。忙しくないです。あのそのレゴちゃんの今の入れてよを録音してくれる。よかったら見てください。見ます。ああ、お願いします。いいところが、ありがとうございます。ありがとうございます。あの本当に楽しかったです。おかず、ありがとうございます。おかずにします。チャッキーだもんな、ね、ありがとうございました。ランチューさんがなんかひろゆきさんに見える。牛尾さんどうでしたか。牛尾さんの牛尾さんに話しかけるのやめてもらっていい。おいおい、こっちだよ。あ、失礼しました。後ろのあれの写した時間。こう見ると私なんか普通に男性ですよ。男性ですよ。牛尾先生がね、ちょっとね疲れてるんですよ。もう一日ね、外ってちょっとパワーいりますね。ああ、普段もう運動不足がもうやっぱもう感じるよね。いや、本当にパチコン見てくださった皆さんもありがとうございました。ハンドソープ。え？ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に。あら、ありがとうございます。本当に。これは。トナチオさん。ああ、振られちゃった。お疲れ様。緊張した。え、緊張しました。だって本当になんか、うん、結構本当の気持ちだったの。でもどちらにしろ答えが出てよかった。いや、そうだね。そう、気持ちはすっきりした。逆に次に行けます。だからそうよ、次に行かないと。もう切り替えた。そう、大丈夫。私はもう新たな大海原バラにいるわけね。結構ショックなんだよね。ね、そうだね。はい、タナチューのパチンコ婚活ドキュメンタリーパチコンはこれにて、はい、一旦なのかしら、はい、番組はまず ね終了ということで、うん、でも私たちの婚活はまだまだ終わりません。続きます、はい、そうです。この指輪をぜひあれするときは来るんでしょうか。それではこの辺で最後、何か気の利いた一言で終わってください。本当に応援してくださった皆様、はい、心からありがとうございます。ありがとうございました、はい、私も勇気をもらいましたし、神谷さんもたくさんね、はい、うん、元気とあのパワーをいただいて頑張れました。はい、それでは最後、はい、亀谷さんの気の利いた一言まで3、2、1。パチコンしてるみな、パチコンじゃないや。すごくお茶目な一面だよね。でもすごくいい、あのね、入りがとっても良かったので、このまま行かせていただきます。亀谷さん行きますね。はい、3、2、1、どうぞ。婚活してる皆さん負けないで。婚活してるみんなファイトだよ。ファイトファイト。イエーイ。はい、OK です。気持ち悪い。すごくいい終わり方だった。私は適度にくだらなくてとてもハッピーに溢れていた。はい、じゃあ OK です。ありがとうございます。本日の収録テンポはじゃらん浅草店さんでした。よろしければチャンネル登録といいねと通知音をよろしくお願いします。